皆さんこんにちは、タミヤ RC アドバイスのお時間です。今回はこちらのねグラスホッパーミニっていうのをね紹介したいと思います。はい、じゃあねこのグラスホッパーミニのね特徴なんですけども、まず見ていただいても分かると思う通り組み立て完成済みなんですよね。で塗装もしてあるというフルセットになってるんですけど、唯一ね走行用のバッテリーがね、電池で8本必要なんですけれども、それがあればもうできちゃうんですね。であとサイズ感、これね A4 サイズっていうね紙の A4 っていう紙の大きさの、形に収まるようなコンパクトなサイズになってるので、屋内でも遊べるし屋外でもね遊べるっていうね絶妙なサイズ感になっておりますのでね、ぜひ遊んでみてください。はい、じゃあ早速ね開封していきたいと思います。で多分必要なんですけどハサミとかニッパーとかねちょっとあった方がいいと思うのでご準備ください。じゃあちょっと早速ね開けていきます。蓋はね、この商品が見えてる天面にこういうね爪があるんで開けますね。こうやってこうかなーって出してますね。でこう取るとまず最初に出てくるのがこれ説明書ですね。説明書とか保証書、パーツのね構成だったりとかオプションパーツの付け方だったりの説明書が、ね、入ってたりするんで、これは大事にまず取っておきましょう。これでねもう多分取れると思います。縛られてたやつなんでいらないんでね取りましょう、ね、はい、まあ、こんな感じでねやっと箱から出せました。説明書とかの中に入ってるこのグリス軟膏みたいなねあるんですけど、これは工具とかが入ってるので大事にね取っておいてください。今回電池はですねこのニッケル水素の急速充電で繰り返し充電ができるネオチャンプというね、電池をねちょっと使っていこうと。まず最初に何するかというとこの送信機に電池を入れるなんですけど、この白いテープね取ります。とりあえず取ります。でこの取ったところにね矢印あるんですけど、これを押すとスライドしますね、はい、スライドしてここにね電池を入れてください。電池を入れていきます。カチッったら OK ですね。スイッチがこの上下にするスイッチなんですけど、これを上げて上げて LED ねインジケーターがね、赤く光ったら今電波出てる状態、確認ができたら切っておきましょう。じゃあ車側ねコンパクトですね、すごく。でも完成してるんですけど電池ボックスっていうのがね中に入ってるので、それを出して電池を入れる作業なんですけど、どうやってじゃあ取るのって話なんですけど、ボディークリップと言われてる、ちょっとね黒くて見にくいんですけど、ちっちゃいピンがついてるんですよ。これをまず取るんですよね。で取る時なんですけど硬いんですよ。なんで怪我しないね、このねつまみを持ってこういう感じね、ピンセットとかまあそういう掴みやすいものがあってもいいのかなと思うんですけど、とりあえずこの2本を取ります。そしたらこうボディがね上に取れるんですよ。取れるんで取っておきます。で、コネクタ一回ちょっと取っておきます。一回裏にします。ここの、まあ、こう一個だけ平らなところあるじゃないですか、これを回すんですよ。回すとパカッと で、こうよし取れちゃうんですね。そうすると初めて全部取れるんですね。こうスルッと抜けると、これが電池ケースなんですよ。でここに4本で電池入れたらあと戻してつなぐだけなんですけど、電池ケースもねまたすごいこだわりがあってですね、
これをね、まあ、とにかく緩めてください。こう取れます。取ったら、まあ、電磁レオですね。結構ね途中からグッと硬くなるんで、そこで止めてください。でこれで一応完成。戻そう。先にねこのコネクタと構造をこう入れますよね。で蓋なんですけど、さっきこう取りましたね。なんでこう戻すんですけど、ここの爪をここ先にこう入れてで、あとこの四隅のねスライドするところに落としてあげて、外すときに回すとこれを、そして 上から押さえてあげると、これで電磁ボックス自体は固定できたので、ひっくり返してつなぐだけと。こんな感じ。この状態で本当に今動くのかの確認をします。スイッチを入れて、あ、車のねスイッチここっすね。アクセルをね開けるときは机の上置かないで持ち上げて動かしてね。はい、これで一応動きましたね。あとはボディを戻す。はい、今回はですねこのグラスホッパーミニの開封動画でしたけども、いかがだったでしょうか。今回、開封動画だけになっちゃうんですけども、実からね、走行したりとか、また他の動画でオプションパーツとかもたくさん発売されるので、そちらの、ね、使い方とか付け方とかをね、また動画にしていきたいなと思います。今回はね、ここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。